RSK ホールディングス RSK 山陽放送 RSK ラジオ RSK ラジオは RSK 山陽放送の放送の一つで AM ラジオ放送部門を指す RSK 山陽放送の放送のうちテレビは岡山、香川両県を放送対象地域とする県域局であるがラジオの放送対象地域はかつてのテレビとは異なり岡山県のみを放送対象地域とする 現域局である。RSK 山陽放送の会社情報については、RSK 山陽放送を、テレビについては、RSK テレビをそれぞれ参照。ネットワークは、JRN と NRN のクロスネット。岡山本局のコールサインはジョヤ。全局1 4 9 4ヘルツによる、精密同一周波数、完全同期放送。百九十七年九月までは、 JRN の単独加盟であった。また単一県行きラジオ局では、数少ない地方民間放送共同制作協議会、非加盟局である。ただし、全国歌謡ベスト10など番組単位で個別に放送された事例はあった。AM 放送は、全局、精密同一周波数、完全同期放送実施。岡山本局と高橋局では1992年10月5日から、 エームステレオ放送が実施されていた。開始当時は日本国内で11曲目の実施であった。r s k 3用放送のラジオにおけるエームステレオ放送の特徴は在京局、在番局などの同放送のように全番組をステレオで放送するのではなく一部の番組のみでステレオ放送を行うということであった。具体的にはステレオで放送されるのは 自社制作番組、JRN 及び NRN からのテープネット番組と自社送り出しの CM で JRNNRN などからのラインネット番組については原則としてモノラル放送となっていた。ただ、ステレオパイロット信号はステレオモノラルに関係なく放送中常に送信されていたので、AM ステレオ対応ラジオのステレオインジゲーターは モノラル放送でもステレオ放送状態であった。高橋局は2011年3月20日、岡山局は2011年3月27日をもって同放送が終了された。AM ステレオ放送廃止後、ステレオ放送を前提としているラジコや、ワイド FM 放送への対応から、JRNNRN の回線がステレオ化された2019年12月から、 ラインネット番組のステレオ放送が拡充されている。2014年12月1日より、インターネット IP サイマルラジオ、ラジコ .jp、およびラジコ .jp プレミアムに参加し、同日正午後頃より、ステレオ音声による同時配信が実施されている。通常配信の対象地域は、岡山県であり、他地域においては、有料会員サービス。 ラジコ .jp プレミアムに加入することによりエリアフリー聴取が可能である。2018年3月21日に本放送を開始した FM 保完中継局 RSK 岡山 FM は岡山市とその周辺地域における都市型難聴対策及び地理的、地形的難聴対策を目的としたものであり、テレビ放送の親局である。 金鉱山送信所に併設されている。これにより、中国地方5県すべての AM 放送局で、FM 保管放送が開始されたことになる。ラジオ番組は、山陽放送がかつて FM 放送の開設免許申請を出したことでもわかるように、開局当初から音楽番組を数多く放送していて、かつては洋楽専門番組ながら、 フォークニューミュージックのアーティストが多くゲスト出演する深夜番組、サンデーベストなどの番組を輩出してきた。最近では、AM ラジオでは珍しいクラシック専門番組、ブラボー、オカフィル、もっとクラシックや演歌春秋など50代、シルバー世代向けの番組が、採用放送ラジオの音楽番組の大半以上を占めている。ローカル番組ではこの他にも、 行事中継やお堅い対談ものが多く、また地元のスポーツチームもしくは地元の人間が関わっているスポーツチームの応援をあらゆる番組を通じて行うなど、地域密着性が非常に濃厚である。さらに近年では、ファジアの岡山応援目的のラジオ局では、全国初の定期サッカー中継や、毎年秋に開催される岡山マラソンの重点的バックアップを展開している。 月曜日は3時翌日5時の放送。火曜日引く土曜日は5時起点の24時間放送。日曜日は5時から24時の放送である。2021年8月現在。詳細は公式サイトのラジオ番組表を参照。当局ではラジマルという愛称のラジオカーがあり、朝から夕方までの情報番組枠の中継コーナーで活躍している。赤と白の2台がある。 ラジオカーは1971年にポピーという愛称で地方局の FM ラジオカーとしては異例の6台が一挙に導入された。そのうち1台はトヨタマーク2であった。また、かつては県西部の鴨形町の遥か小山に FM カーの中継派専用の中継局が設置されていた。ありがとうございます。